皆さんありがとうございます。急すぎる、突然すぎる、インスタライブなんですが、なぜこれをやってるかというと、打ち合わせ、次の打ち合わせまで若干時間がありまして、シエルキャ最新やろうかなと思って、その、まあ、告知というかもう兼ねてこのインスタライブをやらさせていただいてる次第です。で、多分今学校だったりとかね、お仕事の方多いと思うので、ちょっとね5分10分ぐらいやって、シエルキャ最新行こうかなというふうに思うんですが、まあ、この画角ということはもうあれですね、ライブへの収録なんですけど、ポッポ自制王ってどういう意味なんだろうね、ちょっと知りたいな。あ、でもまだ夏休みなんだ。あ、テレワーク、あ、リモート系のお仕事の方はまだ全然リモート系が多いのかな。電車なのか、自由時間、なるほどなるほど。お、待って、ピアスケ乗せた。うわ、最悪や。今日もアクセサリーつけんのやめよう。今日夜勤、あら、夜勤は結構自分の母親とかやってたんで、なんか大変なの分かる。まあなんか体内時計狂っちゃうって言ってたんで、ぜひ無理せず頑張ってほしいなって思います。9月末まで夏休み、長くね。G4 から学校、オンライン授業、オンライン授業なのにこれ見れるの？他の端末で見てくれてるってことかな。なるほど。ワクチンの抑止だけ、あ、大変ですよね。じゃあ僕もオンライン授業を始めます。なんのこれから学校頑張って、これからご飯行きます。何食べんのかな、食べたいな、チリ。ありがとうございます。先週実習あった、今から学校頑張れ、もう授業始まる、頑張ってね。ワクチンはもうとっくに打ちました。英語の授業してよ。そんな僕ティーチングできるほど、 I can teaching English ですね。英語教えれるほどわかんないです。引っ越し準備どこに、あれだね、そろそろ新生活に向けて準備を始めて、まあ、物件だったりとかいろいろ見られる方多いですよね。願書書いてる、あ、受験ですね、頑張ってね。公民ね、知歴公民、うわ懐かしい。多分僕音楽仕事じゃなかったら体育教員やってたんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。焼けましたね僕。音楽の先生できないな。なんか音楽のあれ、なんていうの、理念というか、そういうの全然わかんないんで、全部本能でやってきたんで。だから楽譜とかも読めないから、なんかコードだけ読めるって感じかな。でもああいう記号のやつはわかんないから、コード譜見て、コードの名前で全部こう判断して、こう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 って全部覚えただけですね。確かに。こうしていつも、まあ、前回もお話しさせていただいたと思うんですが、ゲストの方へ、まあ、メッセージを添えて、サインも生意気ながら書かせていただいて、プレゼントさせていただいてます。そう、ね、こういうメッセージ系はたっくんとかよくね、字が上手なのでやってくれるんですけど、たっくんいないときは基本的に僕とか山椒がやること多いかな。今ジンくんがあれ髪の毛セットしてるんですけど、なんかもともとジンくん字下手じゃないですか。だけどなんか最近思ったのがあって、
なんか味が出てきたんですよね。なんか趣あるじゃないですけど、なんか雰囲気あるんですよね、字に。それを見た時にいつかこう逆に書いてもらいたいなみたいな思うんですよね。ジンくんの字はもう一目見れば皆さんわかりますよ。あの彼のサインもこう無駄を完全に削ぎ落とした最終形態のあのシャッジンってやつなんで、紆余曲折がありましたね、あのサインに行くにまでのプロセスは。僕もそうですね。皆さんこう何かお悩みとかあればぜひコメントしていただければ、僕に答えられることであれば全然答えようと思うので。サインって自分で考えてるんですか？考えてますよ。みんな自分で作りました。ちなみに絶賛エターナルの稽古中でして、いろいろちょいちょいねこう変更点とかもありつつなんで、すごいねタフな稽古が続いてるんですが、並行してね別の仕事とかもやってるので、昨日とかみんなで稽古だったんですけど、ジンくん途中で出なきゃいけなくてとか、今日に関しては僕とジンくん参加できなくてとかあるんで、結構大変っすね。国家試験が半年でもすごく不安です。まあでも試験なんだろうな、もう何年もそういう試験とかやってないからあれですけど、自分にこう自信持てるぐらい準備を積み重ねることが大事なんじゃないかなって思います。こんだけやってダメならもう仕方ねえって思えるぐらいの方が気持ちいいんじゃないですかね。エタナルに関しては、まあ、配信もございますので、ぜひ、チェックしていただけたらなと思ってます。ジムでよく会う人いますか？結構アキラさんはお会いしますね。あれ見ました？アキラさんのパワーっていうあれも面白いですよね。本日のゲストはもう本当に素敵な方々なので、皆さん情報解禁を楽しみに。先日の、音楽大陸ボリューム9前編は見ていただけましたか？今回のゲストはですね、荒牧陽子さんに来ていただきまして、もう本当にねこう子供の頃から学生の頃から番組とかでご活躍されているのは拝見してましたので、こうまあ、誰にお声掛けしようかってい こう会議とか打ち合わせするんですけど、まあ荒牧陽子さんいかがでしょうかっていうふうにお声掛けさせていただいたところ、すぐこう OK をいただきまして参加いただいたのですが、本当にこう荒牧さんのインスタグラムでなんかこう書いてくださってたんですけども、決して全然そんなことなくって、本当に荒牧さんがこうなんだろうな、僕がこう話しやすい空気を作ってくださったからこそできたこう取材だったりとか、あの空気感だったのかなというふうに思いますので、本当に荒牧さんの感謝の気持ちでいっぱいですね。出ていただいて、そしてサプライズもしていただいて本当に嬉しかったので、後編のね公開もチェックしておいてほしいなって思います。といったところで、多分そろそろ10分ぐらい経つんじゃないかなと思いますので、 CL に移行しようかなというふうに
思います。今後挑戦してみたい髪型は、あ、結構もうネタが尽きちゃって、あの一個企んでるものがあります。ラブフォンペルー、センキュー。今朝自転車盗まれました。やば、鍵ちゃんとしないと。りっくん、小学校の先生どう思いますか？いや、小学校の先生は僕鮮明に覚えてますね。連絡先とかはちょっと正直わかんないの で、多分自分が通ってた小学校にはもう多分いらっしゃらないと思うので、もうなんかなんだろうな、ありとあらゆる方法を使ってどうにか会えないかやってみたいな、いつか企画で。空飛びたいと思ったことあります？いや、あるから、僕来世は鳥になりたいですね。鳥類のなんか動物になりたいと思ってます。ドレッドヘア行きましょう。ドレッドね、アフロ当てて付け毛しないとか、まあリーダーとマネージャーに相談ですね。平成フラミンゴさんよく見るんですか？めっちゃ見ますね。平成フラミンゴさんめっちゃ好きです。しかも同い年で、あのお二人が、ニコさんリホさんが、でなんかもともとお仕事されてて、でもこう YouTube っていうところにこうフィールドを移してお仕事して、でやっぱしんどい時期をあったらみたいなんですけど、ああしてこう明るくずっとこうってやられてるのは、お二人があの本当に根っから、まあ、そもそもその YouTube というものがお好きで、発信すること大好きでっていうことだから、こうできることかなっていうふうに思うんですよ。あと多分人を笑わかすのが多分お好きなんでしょうね。好きこそものの上手なんやっていうのはそういうことなんだろうなってすごい思いますね。ヘイセイフラミンゴってやりますよね。すごい面白いです。編集とかめっちゃ面白いなと思います。ダイエットの数入れてください。やるべきですね。まあやるって決めたのって やった方がいいと思います。どうやって痩せますかっていう質問ボックスとかで結構書いてあったのを拝見したんですが、もし究極食べて摂取するカロリーよりも運動して消費するカロリーの方が大きければ、食ったところで全然痩せるんでっていう単純計算で僕はやってます。仕事がきついときどう乗り越えてますか？まあきついのはね、正直こうやって絞るのとかも結構僕の中で仕事だと思ってるんで、結構正直しんどいなって思うことあるんですが、その乗り越えた先を想像すると結構ワクワクしかないので、そこっすね。リブートさん、ありがとうございました。こちらこそです。部活辞めたいときどうしたらいいですか？辞めた後に後悔しないんだったら即辞めた方がいいと思います。ただ僕の考えで言うと、そうやって辞めようか辞めまいか悩んじゃってる時点、悩んでるんだったら辞めない方がいいと思います。カトリンさん仲いいんですか？うん、仲いいですよ。レン君今日もね、あれ有酸素しながら曲聴いてくれてたみたい。I want me to the rampage. Me too. I see you. Love from Indonesia. I will watch the town online from here. Thank you. Thank you so much. Do our best. ぶっちゃけ東京面見てますか？見ない理由がないよね。北ちゃんの初主演ですから。ということで、じゃあ CL に行こうしたいと思います。インスタグラムのこの配信見てくださった皆様ありがとうございました。おります。